伊丹空港から飛行機に乗っておよそ1時間20分雄大な景色が見えてきました。私が今回やってきたのは、どうもトミーです。今回は熊本県にやってきました。3泊4日熊本に滞在するので、熊本の美味しいものを食べて、でいろんな観光名所があるので観光地を巡っていきたいと思います。そして私が今いるのがワンピースのゾロの銅像。私ワンピースはチョッパー登場のところで呼ぶのやめちゃったんで全然詳しくないんですけど、熊本の県内にワンピースの銅像があるらしいんで、今回4日間かけていろいろ熊本回るんで、またあのワンピースの銅像も見ていきたいと思います。それでは1日目は黒川温泉に行きます。辛いもくん、これもワンピースのキャラクターなんかな。やってきました、大観望。あー空気が美味しい。ここからでも十分綺麗やねんけど、上からもっといい景色が見れるらしいんで行きましょう。どんな景色が広がってるかめっちゃ楽しみ。めっちゃ綺麗。光がもやっててすごい幻想的に見える。大観望めっちゃ綺麗でした。今日晴れ予報なんですけど、ちょっと曇ってたんですけど、でもなんか曇ってても全然綺麗でめっちゃ感動しました。じゃあ今から黒川温泉に行く前にお昼ご飯を食べに行きます。ということでやってきたのは郷土料理野菜屋、阿蘇の郷土料理専門店。地産地消にこだわったお店で、この辺りでお野菜やお米を育てている農家さんが運営しているそうです。そしてめっちゃ嬉しかったのが、この手作りの漬物食べ放題。これめっちゃ良かった。取ってきた漬物めっちゃ美味しそうだったから大量に取ってきた。めっちゃ具沢山、すっごい美味しそう。うわー、で中に、はい、ダゴが入ってます。ダゴダゴすごいな、ほんま。野菜とかキノコとかいっぱい入ってて具沢山やから、その具材の旨味が染み出しててめっちゃ美味しい。この味噌味のさ、このほっこりする味がたまらん。美味しい。田舎のおばあちゃん家のめっちゃ美味しい豪華なご飯って感じ。すっごいもっちもち。阿蘇地方の郷土料理の高菜飯。うん、めっちゃ美味しい。高菜の味がアクセントになってて、シャキシャキ食感もめっちゃいい。めっちゃ美味しい漬物。
手作りの漬物のクオリティがめっちゃ高い。めっちゃ美味しい。結構ボリュームが多いからめっちゃお腹膨れてきた。ダゴがお腹の中を支配してる。ダゴ汁と高菜飯めっちゃ美味しかったです。あーでもちょっとお腹がはち切れそう。ダゴ汁が結構食べ応えあったし、宝飯も結構入ってたからめっちゃボリューミーでお腹いっぱいになりました。じゃあ今から黒川温泉の方に向かっていきます。もうこっからもうすぐで着きます。とももぐやってきました。黒川温泉、熊本県の阿蘇のさらに奥地、大分県との県境に位置する黒川温泉郷。緑豊かな山々に囲まれ、30軒の旅館が集まった田舎の小さな温泉街。そして黒川温泉には入湯手形の仕組みがあり、各お宿が持つ露天風呂を自由に巡ることができるんです。なんか温泉地やねんけど、他の温泉地と若干雰囲気が違って、では今から黒川温泉街で食べ歩きをしていきます。ということでやってきたのはパティスリー6。阿蘇の食材を生かしたお菓子を食べることができます。この一番人気の塩麹のシュークリームは、注文した後にクリームを入れてくれて作りたてを食べることができます。甘くていい匂い、めっちゃ美味しそうやねんけど。めちゃくちゃ美味しい。ここのさ、シューのこの上の部分がさ、ちょっとなんかシャリシャリしてる感じのクッキー生地タイプなんかな。普通のシューよりも甘さがあってめっちゃ美味しい。ちょっとまだクリームまでたどり着いてないね。程よい甘さで、この周りのシューが結構甘いからすごいマッチしててめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。すっごいクリームたっぷりで食べ応えあった。めちゃめちゃ美味しかった。やっぱ温泉街をさ、食べ歩きするってめっちゃ楽しいよな。黒川温泉の猫ちゃん、なんやえ、馬刺し売ってるやん。すごい。わあ、いきなりダゴ持ってるし。黒川温泉は立ち寄り湯もやってるんですけど、私が泊まるところも露天風呂と大浴場がついてるんで、今回はホテルの温泉を堪能したいと思います。それにしても今日黒川温泉休みの店がめっちゃ多い。定休日の日に来てしまった。こうやって置いてあるとさ、めっちゃ美味しそうに見える。飲むかな、サイダー。ほんまは湯上がりに飲んだ方が美味しいんやろうけど、とりあえず喉乾いたんでいただきます。なんかこのサイダーちょっと変わった味してて、お菓子のラムネをサイダーにしましたみたいな味する。あんまり飲んだことなくて美味しい。昔サイダーって書いてあるから昔の味なのかな、これが。
味しかったです。ごちそうさまでした。ホテルのチェックインの時間が迫ってきたんで、食べ歩き2軒しかできてないんですけど、とりあえずホテルに向かいます。食べ歩きスポットはそんなにいっぱいあるわけじゃなくて、ちょこちょこっとある感じでした。しかもほぼ閉まってたし。とももぐ、今回宿泊するのは瀬の本高原ホテルです。ホテルの外の景観めっちゃ綺麗。ここが標高900メートル以上あるから、夜はすっごい綺麗に星も見えるらしくって、めっちゃ楽しみ。すごい景色がいいからめっちゃ気持ちいい。ブランコがめっちゃ気持ちいい。今回は張り切ってちょっといつもよりもいいホテルを予約したので、もう満喫しようと思います。ホテルも、あー楽しみ。どんなやろ。オープン。いやー広いお部屋に、え、これ景色めっちゃ綺麗なんじゃん。わー、めっちゃいい景色。すごい、阿蘇が一望できるやん。阿蘇に沈んでいく夕日です。部屋からめっちゃ綺麗に夕日が見えています。これは贅沢な時間やな。めっちゃ綺麗。阿蘇ってめっちゃ綺麗やな。とももぐ、では浴衣に着替えて今から夕食を食べに行ってきます。楽しみ。じゃあ食前酒は柚子のお酒です。乾杯。めっちゃ美味しい。乾杯。九州の醤油って甘みやねんけど、私はこの甘い醤油が大好きなんで、九州の醤油がほんまに口に合います。めっちゃ美味しい。トマト餅、へえ、熊本県産トマト餅。九州産のサワラの豆腐けんちん。九州産の黒毛和牛の竹皮焼き。黒毛和牛、うわめっちゃ美味しそう。すごい油ジューシーやな。すごい黒毛和牛。溶けますわ。美味しい。栗ご飯、栗ご飯。晩ご飯めっちゃ美味しかったです。めっちゃ大満足。じゃあ今から夜になって星が綺麗に見えるってことで、星空の観測ツアーやってるので、それで星を見に行きたいと思います。ここを2倍、ここですね。肉眼でも普通ね、月がないとか見えます。
星空観測ツアーで綺麗な星を見たんで、この後は温泉に行って温まってきます。なんか温泉からも綺麗に星が見えるそうなんで、めっちゃ楽しみです。露天風呂がこんな感じで、寝そべりながらお風呂に入って星を眺めることができて、めっちゃ最高でした。そして貸切風呂が1000円と格安だったんで、一人で満喫してきました。じゃあお風呂上がりに河内万貫サイダー、くまモンが書いたやつ買ってきました。よいしょ、今日も一日お疲れ様でした。乾杯。あー、美味しい。河内万貫はほんのり甘くほろ苦い後味、爽やかな味わいが特徴です。あー、でも確かにあのほんのり苦い感じがして美味しい。露天風呂行ってきたんですけど、ここの露天風呂、今まで入ったお風呂の中でナンバーワンのお風呂でした。めっちゃ良くて、今日はちょっと月が出てたんで星空がそんなに見えてないんですけど、それでも雲一つない晴天やったんで、この月と星を見ながらお風呂に浸かって寝転んで最高の気分になりました。ほんまに良すぎて、多分私最後までずっとお風呂入ってました。ほんまにここのお風呂入るためだけにまた泊まりに行きたいなっていうぐらいめっちゃ良かったです。おはようございます。7時半から8時ぐらいの間で運が良かったら雲海がお部屋から見えますって言われたんですけど、今こんな感じで、これって雲海なんでしょうか。珍しいような、青空と雲がくっきりと分かれてる。ホテルチェックアウトしてきました。めっちゃいいホテルで、とにかく露天風呂がめちゃくちゃ良くて、本当にストレスが 0% になりました。めっちゃ癒された。なんかストレスが溶け出していく音が聞こえるような、ほんまにそれぐらい良かったです。また泊まりに来たいホテルになりました。では今から熊本旅2日目、今から阿蘇へ向かいます。とももぐ、異様な光景が広がってたんでちょっと車止めてみました。なんじゃこら、すげえな、奥の方にもめっちゃおる。なんじゃこら。これなるくまモンだから、なんかくまモンっぽくない？くまモンか。車を走らせてお昼ご飯を食べにやってきました。やってきたのは有名店です。ではこちらです。ということでやってきたのは今金食堂。創業して100年を超える老舗のお店、阿蘇名物赤牛丼発祥のお店がこちらのお店なんです。今金食堂さん、あまりの人気ぶりで11時オープンの前に来たんですけど、すでに1時間待ちでした。ミサイのふるさとやって、阿蘇って。知らんかった、阿蘇出身なんや。
がもう輝いてる。お肉がキラキラしてる。すごい。まずわさびで。これはご飯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 。うますぎる。めっちゃくちゃ美味しい。中のレア加減もちょうどよくてたまらん。またこのタレもさ、なんかご飯によく合うねんけど、これもなんかしつこい感じがなくてめちゃくちゃ美味しい。お汁の中にはそぼろが入ってる。わあ。お汁もめっちゃ美味しい。肉の旨味が染み出してる。でレモン入ってるからさっぱりとしてて、お汁もめっちゃ美味しい。次はこの特製味噌をつけていただきます。味噌もめちゃめちゃ美味しい。結構甘めの味噌なんですけど、これがお肉とご飯にめっちゃ合う。最後の一ついただきます。食べるのがもったいないぐらい美味しかった。赤牛めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。赤牛はめっちゃ有名やから、まあ、それは美味しいやろなっていう期待を込めて食べたんですけど、あの期待を上回る美味しさでした。今金食堂さんの赤牛丼はほんまにさっぱりと食べられて、で、あの味噌も美味しかったし、タレもめっちゃ美味しかったし、いや、なんか人気なのがすっごいわかる。待って食べてよかったなって思いました。じゃあお腹もいっぱいになったところで、朝の観光に行ってきます。トモモグ。すごい、めっちゃ綺麗な景色。山がずっと続いてんねん。横も前も後ろも全部山、360度山つながってる。これは壮大や。めっちゃ気持ちいい。走ってて道の駅があったんでちょっと寄ってみます。道の駅のすぐ近くに阿蘇駅があるんですけど、めっちゃレトロで素敵。しかも阿蘇カルデラ横断鉄道やって、乗ってみたいな一回。こちらの道の駅にはすごいソフトクリームがあって、世界的なコンクール国際味覚審査機構で最高峰の三つ星を受賞した最高クラスの牛乳を使ったソフトクリームが食べられるんです。おお、濃い。めっちゃ牛乳の味濃いわこれ。熊本来てずっとソフトクリーム食べたいと思ってたからさ、ようやく食べれた。うん、牛や。わー、かわいい。あ、めっちゃめっちゃうま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 。馬の団体。あ、牛牛うま。すっごい山。牛馬山。あ、泊まれるとこあるわ。泊まれるとこある。すごい大自然。こっちは町か。こっちの山もすごいし。やってきました、草千里ヶ浜。あっちのところに全部が見渡せる高台があるんで、そこに行きます。よ
十分ここでも綺麗やけど、ちょっと待って、映像ではあっち登ってからの映像をお届けします。さあ高台のところに上がってきましょう。すごい。迫力が、スケールがでかい。なんか阿蘇って力強いパワーを感じる。この草千里ヶ浜は大海原とあと雨水でできる2つの池が織りなすこの自然のコントラストが非常に美しい場所って説明書に書いてあります。反対側は阿蘇のカルデラが広がってます。こっちもすごい綺麗。こうやって見たらさ、めっちゃカルデラでかいっていうことがよくわかる。このカルデラのこの底のところにこうやって町ができるのって世界で見てもめっちゃ珍しいって書いてました。本当はやっぱり湖とかになったりするんですって。あそこに上の真ん中がぽっこり穴が開いた山があるんですけど、あれも火山って書いてます。めっちゃ可愛いな。めちゃくちゃ噴火してる。あれが高岳と中岳だそうです。高台から下に降りてきて草千里ヶ浜にやってきました。すごい。めっちゃ大自然。見渡す限りさ、全部緑。やっぱパワーが湧いてくるな、こういう自然見てると。行くで。疲れた。体が重たい。登ってきました。登った先の景色はこんな感じです。めっちゃ綺麗。次やってきた観光地はこちら、白川水源です。こう水がめっちゃ美味しいらしいんで、あ、でもすごい水のいい音がしてる。ちょっと奥の方まで行ってみます。白川水源は毎分60トンもの水が湧き出てて、名水百選にも選ばれているんです。確かにめっちゃ透き通っててすごい綺麗なお水。お水そのまま飲めるらしいね。ちょっとペットボトルに入れます。よいしょ。白川水源の名水いただきます。おお、なんか味の違いとかは全然分からへんけど、なんか喉越しがまろやかな気がする。優しいお水な味がする。湧いてきたそのままをすぐ飲めるっていうのがすごいな。ほんまに天然の味がします。ここがお水湧いてるところ。めっちゃ綺麗。すっごい透明度。どこやどこ。湧いてる。下からポコ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 って水が上がってきてて、砂が舞い上がってる。あ、ここも水がポコポコってなってて湧いてるのがわかる。阿蘇の観光めっちゃ楽しかったです。なんて言っても阿蘇は本当にパワーを感じるような雄大な景色で、いや、ほんまにすごかった。今日からは熊本市内に宿泊するので、阿蘇から熊本の市内に向かいます。とももぐ、今回から2泊するのはコンフォートホテル熊本新市街です。
ではホテルにチェックインしたので熊本市内の夜の街に出かけます。晩ご飯を食べに行ってきます。今からずっと食べてみたかった熊本名物のタイピーエンを食べに行きます。で、実は今さっきもうすでに一軒行っててちょっと撮影は NG だったんですけど、馬刺しとあと馬のレバ刺しとあと馬のお寿司食べてきました。ちょっともう若干酔っ払ってるんですけど、あったあった、行ってみたかったお店見つかりました。ここです。ということでやってきたのは高蘭亭下通り本店。1934年に創業した高級な雰囲気漂う老舗の中華料理店。ずっとずっと食べてみたかった念願のタイピーエン注文します。食べる前からめちゃめちゃいい匂いしてる。野菜もすっごいたくさん入ってる。優しい塩味っていう味付けで、でもなんか味にコクがあって、これ飲んだ後の締めとかにもすっごいいいかも。タイピーエンの麺は春雨なんです。だからめっちゃヘルシー、もう実質カロリーゼロみたいなもん。春雨っていうのがまたいい、なんかあっさりと食べられる。野菜のシャキシャキ感とこの春雨のつるっと感がまためっちゃいい感じ。これめっちゃ好き、めっちゃハマる。イカとかエビとか海鮮も入ってる。え、あ、卵上がってる。ゆで卵じゃないよ。タイピーエンめっちゃ美味しかったです。ほんまに予想以上に美味しくって、もう私ドンピシャの好みの味でこれはハマってしまいました。滞在中にまた食べたいなって思うぐらい美味しかったんですけど、他にもまだまだ食べたいものがあるのでちょっとまだ食べ足りないので次のお店に行きたいと思います。ということでやってきたのは立ち飲み食堂ネギ坊主。サクッと食べてサクッと飲めるのでこちらのお店に来たんですが、とにかくメニューがめちゃくちゃ多くてコスパが最強。熊本名物がお手頃価格でいただけます。せっかく熊本に来たんで焼酎を初挑戦して、そして郷土料理の一文字ぐるぐるからしれんこん馬刺しの紐を注文しました。すごい、焼酎なみなみに注がれて出てきた。そして人生初のからしれんこん。この馬刺しの紐、紐っていうのはあばらだそうです。そしてこの一文字ぐるぐる、名前とは全く想像のつかへんものが出てきた。なんやこれは。ザ・熊本を感じるものを頼みました。じゃあ熊本の夜に乾杯。あ、後味甘みがあるんや。意外に美味しい焼酎。ひもって名前やからもっと癖があるんかなと思ってたんやけど、さっぱりしててめっちゃ食べやすい。さあ、そして
謎が深まるばかりの熊本の郷土料理、一文字ぐるぐる。なんかおでんの中に入ってそうな具材に見えてきた。うまい、めっちゃうまい。これも何、ネギかな。ネギぐるぐるに巻いて酢味噌あえましたってやつ。一文字ぐるぐるっていうのはさっと茹でた一文字っていうネギの一種。熊本以外では分け木と呼ばれているものをぐるぐるに巻きつけて酢味噌でいただくシンプルな料理。江戸時代からあるってネットに書いてました。熊本最高。馬刺し、ラスト一ついただきます。うまうま。というわけで、熊本旅2日目はこれにて終了。また次回の動画でお会いしましょう。おはようございます。熊本旅3日目の朝です。今日は早起きをして熊本市内から天草の方に向かいます。それでは今から 2,3 時間かけて移動します。ワンピースの銅像があったんでやってきました。天草に向かってる道中ですごい素敵な景色が見えてきたんで車から降りてちょっと散策してみます。レトロな街並みになってる。なんか阿蘇とかああいうところの雰囲気がまたガラッと変わって、この海沿いの景色すごい綺麗。こちらの三隅西港は石畳の港湾や洋館など明治時代に作られた姿がそのまま残っていて、明治期の港が完全な形で残っているのは今は日本でここだけだそうです。そして2015年に世界文化遺産として登録された場所です。明治に作られた水路。では今から天草に行くために5つの橋を渡ります。私が今から向かう天草は青い海に囲まれた大小120余りの島々からなる諸島で、九州本土とは私が今渡っているこの橋、天草五橋と呼ばれる5つの橋で結ばれています。天草パールラインの愛称で親しまれていて、定番の観光スポットとして人気のドライブルートになっています。この日は天気がめちゃくちゃ良かったので橋渡っててすっごい気持ちよかったです。天草五橋を渡り終えて絶景を見るために山道を登っていきます。すごい絶景すぎる。さっき渡った5つの橋を全部
見渡すことができます。めっちゃ綺麗。今日は天気がめっちゃいいから長崎県の雲仙も見ることができます。景色が絶景すぎてほんまにびっくりした。なんか想像してた以上のものが目に飛び込んできたから、いやほんまに感動した。じゃあ今からですね、天草のグルメを堪能しに行きたいと思います。ご当地アイスを食べに車を走らせてやってきたんですが、臨時休業でした。お昼ご飯を食べにやってきました。今から食べに行くのはずっと食べてみたかった天草ちゃんぽんなんですけど、長崎ちゃんぽんに並んでなんか三大ちゃんぽんって言われてるらしくって、もうずっとずっと食べてみたかったお店があるんです。何かで見てそっからずっと恋焦がれてた、私ちゃんぽん大好きなんで、そのちゃんぽんを食べに行きたいと思います。ということでやってきたのはちゃんぽん名月、創業100年以上のちゃんぽんの老舗のお店。このメニューを見ただけで美味しさが伝わってきます。キャベツなどの野菜もたっぷりで、びっくりしたのがお肉がちゃんぽんでは珍しい鶏肉でした。スープはあっさりしてて全部飲み干せてしまうほどの美味しさ。名月さんでは珍しい鶏ガラスープを使用してるそうです。で、またこの野菜のシャキシャキ食感がスープと絡んで最高なんですよね。少し太めの自家製麺はもちもちっとした食感で、これがスープとの相性が抜群。卵が絡むとよりまろやかになってめっちゃ美味しいです。天草ちゃんぽんめっちゃ美味しかったです。もう一杯今すぐ食べたいっていうぐらいほんまに美味しかった。長崎のちゃんぽんと違って、あの魚介類が一切入ってなかったんで、なんやろ、このお肉の旨味とかこの野菜の旨味が染み出してる、結構最初はさっぱりしてるなと思ったスープも飲めば飲むほどどんどん味が濃くなってクリーミーに感じて、あでもなんかすっごい美味しくって、なんか衝撃的でした。なかなか来れないぐらい遠い場所なんで、熊本に来たら絶対に食べたいと思ってたんで、今回食べることができて念願かなって本当に嬉しいです。あー美味しかった。ちゃんぽんを食べにやってきたこの嶺北町は天草で最初のキリスト教伝来の地らしいです。で、あの山の上に見えてるのが富岡城って書いてました。でも確かにこの辺城下町っていう雰囲気が漂ってるのと、あとは長崎行きの船が出てるんで、めっちゃ港町って感じで、初めて来たけどなんかすっごい落ち着く町です。なんかレトロな町並みですごいいい雰囲気。じゃあせっかくこの嶺北町にやってきたんで、なんか嶺北町のちょっと面白い観光スポットがあったんで、そこに寄ってから次の観光地に向かいたいと思います。トモモグ、海がめっちゃ綺麗。
わあ、これ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 、めっちゃ珍しい。おっぱいはすごいすごい、1億年の大地の記録って書いてある。すごい鳥居があるやん。え、ちょっと待って、おっぱいはどれ？やばい、3時から6時の間でしか見えないって書いてます。お昼やから見えません。これ潮が引いたらここに道ができるんやと思う。ちょっと見たかったな。ちなみに看板の上に模型があって、多分こんな感じの岩なんやと思う。割とリアルです。次の観光地に向かってるんですけど、もうすぐ着くんですけど、道がめっちゃ狭くって、ほんまにこんなところにあるのかっていう。うわ、結構割と上まで登ってきたな。あー、見えた見えた見えた、ひょっこり見えてる。すごい、やってきました。こちらは世界遺産の大江教会。キリスト教解禁後、天草で最も早く作られた教会です。丘の上に教会があるので景色もすごく綺麗でした。大江天主堂、中が撮影禁止だったんで撮れなかったんですけど、すっごく可愛らしいお花のステンドグラスが飾られてて、で、あの中はこじんまりとした感じの教会だったんですけど、なんか落ち着く雰囲気で、すごく心が清らかになったような気がします。じゃあもう一つ、この天草の教会に今から行きたいと思います。あった、めっちゃ綺麗。こちらも世界遺産の先津教会。静かな海辺の漁村にそびえる教会で、この昔ながらの風景に西洋風の立派な教会が溶け込んでいて、あまりに美しくて感動しました。そしてもっと驚いたのが、堂内が畳敷きだったこと。初めて見る光景でびっくりしました。やっぱり中に入ると空気感がすごい変わるというか、静かでめっちゃ心がやっぱり落ち着きました。この辺りはイチジクの発祥らしくって、外国から伝わってきたのがここの熊本県の天草だったそうです。なのでイチジクを南蛮書きで書くそうです。レトロな漁港の奥にポツンと教会があるっていうのが、ほんまにここでしか見られへん景色やなっていう感じで、すごい素敵やなって思いました。撮れてよかった。トモモグ、今日閉まってて買えなかった天草のご当地アイスを買いに道の駅にやってきたんですけど、この道の駅すごい。やってきたのが道の駅かかしの里です。アマビエ、あったあった、これこれ。で、この天草のご当地のお菓子のポッパ餅も買いました。これどうしても食べたくって発見したんで、めっちゃ嬉しい。
天草のご当地アイスガリッと中、いただきます。うん、あ、歯にしみる。めっちゃ美味しい。あの昔ながらの味のいちご味のかき氷で、ちょっと甘めのかき氷、シロップが結構ダクダクの感じの、なんか食べてたら子供時代に戻るような味する。このガリットチューって名前すっごい可愛いなと思ってたんやけど、食べてみたら名前の意味がほんまによくわかる。すっごい中結構ガリガリの氷が入ってて、で多分最後の方これチューチュー吸うことになるんやろな。ようやく食べられて幸せ、よかった、帰って。では今からもうそろそろ日が沈みかけてきたんですけど、最後に天草のどうしても行きたかったスポットがあるので、そちらに向かいます。山道をくねくね登ってやってきたのはこちら、白岳神社です。この上を登ったところが絶景らしいんで、よし、行ってみましょう。うわー、すごい、うわー、すごい、こっちもすごい、うわー、すごい絶景、これはすごい。道がある、あ、すごい、なんかこっちもめっちゃすごそう、綺麗そう、うわー、すごい、鳥居と絶景、感じの優しい色合いもすごい素敵、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗やった。じゃあ熊本市内帰ろっか。市内に戻ってきました。じゃあ今から晩ご飯で熊本ラーメンを食べに行きます。ということでやってきたのは小紫。1954年創業の熊本ラーメン発祥のお店と言われています。人気ナンバーワンのこちらを注文します。パンチ効いてる、ニンニクの匂いがめっちゃ美味しい。こってりかと思ってたんですが、実はあっさりとしたスープで、豚骨の癖もなく、ニンニクの風味が効いててめちゃくちゃ美味しいです。いや、このなんかスープと麺の相性もすっごい良くて、熊本ラーメンやめてたもん、めっちゃ美味しくてすっごいびっくりしてる。
もっとニンニクのパンチが欲しいんで、ニンニクチッププラスで入れます。もうちょっと入れようかな。さらにパンチが出てめっちゃ美味しい。紫のラーメンめっちゃ美味しかったです。予想外の味でした。なんかもっと豚骨してるんかなと思ったら、クリーミーはクリーミーなんですけど、なんかまた全然違った味で、で焦がしニンニクのパウダーが、あれがよりラーメンのパンチを出してて、ニンニクのパウダー入れれば入れるほどめっちゃ美味しかったで、今このマスクの中めっちゃ臭いです。明日多分ニンニク激臭女になってると思います。いやでも美味しかったんで後悔はないです。そして最後の締めにやってきたのはグルマン三年坂。熊本の肉料理と郷土料理が楽しめるお店。馬のレバ刺しや馬刺しの盛り合わせ、阿蘇の赤牛などなど、お肉料理を楽しむことができます。芋焼酎の蔵だけにしました。じゃあ今日も一日お疲れ様でした。乾杯。おお、美味しい。めちゃくちゃ綺麗なお肉きた。これが馬ロース、たてがみ、そして馬ヒレ、横は中落ちカルビー、そして真ん中には熊本城。すごい油が出てる。口に入れた瞬間に上質なお肉っていうのがすっごいよくわかるし、この赤身の旨味をすっごい感じる。美味しい。お肉が輝いてる。体がはーって溶けていく感じの味がする。てか口の中全部溶けたんちゃうかっていうぐらい、もうぶわーって口の中に油が広がっていった。甘い、トーンとした甘みが口の中に広がっていく。一番肉食べてるっていう感じの味と歯ごたえがする。めっちゃ綺麗なお肉。見てこのお寿司の輝き。行くよ行くよ、食べるよ。赤身やねんけどさ、なんかいい感じに脂も乗ってて、一口噛んだ瞬間にめっちゃ柔らかいけど全然しつこさがなくて、これが一番美味しいかも。感動、めっちゃくちゃ美味しい。
最高や。めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。トモモグ、お部屋に戻ってきました。天草で買ったコッパ餅食べます。一つめっちゃでかい。何かと思ってたんやけど、お芋さんや、お芋さん、なんかお餅とはまたちょっと違った食感やねんけど、ほのかな芋の甘みを噛めば噛むほど感じて、めっちゃ素朴な味で美味しい。なんか田舎のおばあちゃんが作ったって感じの味がする。今日は熊本旅3日目で天草に行って、いろんな絶景を見て美味しいもんもいっぱい食べることができました。そして明日が熊本の最終日です。最終日は熊本市内を観光しようと思いますので、また美味しいものをいっぱい食べて最後まで楽しみたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。トモモグ、おはようございます。熊本最終日の朝です。じゃあ最終日は熊本市内の観光をして、そして熊本のグルメを最後まで楽しみ尽くしたいと思います。熊本最後のお昼は熊祭りや。あー、高級さー。ということでやってきたのは菅野屋銀座通り店。最後に何食べて帰りたいかって考えた時に、やっぱり馬刺しが食べたいと思ったので、こちらのお店を急遽予約してやってきました。やっぱりランチがお得だということで、この寿司ランチを注文します。いやー、それにしてもめちゃくちゃいいお店です。さあ、お料理がやってきました。まずはサラダに馬の一口かつ馬のもつ煮込み、そして赤身、二重子、縦紙の馬刺し、馬ユッケ、馬とろ、油がいっぱい入ってるけど、そんなにしつこい感じじゃなくて、上質な油って感じで、めっちゃ美味しい。なんかここのお肉、一口食べた瞬間に上質っていうのが口からもうすっごいもう脳に伝わってくる。高級なと、高級やわな、そら高級やわ。メインはお寿司やけど、それ以外の馬料理もめちゃくちゃ美味しい。特に馬のもつ煮込み、間の筋の部分がプルンプルン。あー、もうメインのお寿司に行く前に美味しすぎて幸せすぎる。いなり寿司の上に馬トロが乗ったもの、そして赤身と小骨の軍艦、高菜巻き、下がバラ寿司、ロースの炙り、そして最後が二重子の握り。香ばしい香りが口の中に漂って、今までずっと生でばっかり食べてきたから、またなんか食感も違ってめっちゃ美味しい。ちょっと衝撃的に美味しかった。すごい。熊本に来てから3日連続で馬祭りを開催してますが、全然飽きひんし、毎回美味しくてめちゃくちゃ感動してます。いろんな食べ方で食してきましたが、私は馬のお寿司が一番好きでした。全部馬やからすごい満足感がある。このランチ3800円っていいお値段やなと思ったんやけど、でも
夜に食べに来ると朝しちょっと食べただけでもうほんまに7000円とか8000円とかすぐ行っちゃうから3800円でこれが食べられると思ったらめっちゃ安いかもしれん。お寿司最後の一つです。ちょっと後悔するぐらいなくなったのが悲しいぐらい美味しかった。一口噛んだ瞬間とか口に入れた瞬間から美味しかった。最高に美味しかったです。ごちそうさまでした。熊本最終日にやっぱり最後に馬肉が食べたい、贅沢したいと思って、高かったんですけどランチだからこそあの値段であれだけの量を食べられたんで、やっぱり高級店はランチに限りますね。いやほんまに満足度がめっちゃ高かったです。よし、じゃあ今から熊本城に行きたいと思います。トモモグ、見えてきた。すごいかっこいい。熊本地震で甚大な被害を受け、今も復旧工事が続いています。復旧工事期間中の今だからこそ見ることができる熊本城の姿も特別感があります。ここの石垣の傾斜めっちゃ綺麗。とかもすごい太い立派な柱。すごい迫力。うわ、めっちゃかっこいいわ。地震でさひどいことになったけど、すごい綺麗に蘇ってる。よし、じゃあ今から上、天守閣の方に行きます。南から攻めよう。すごい、そういうことね。あ、死んだ。死んでしまった、うせやん。熊本城めっちゃ楽しかったです。地震で全部中も新しく作り変えてたんで、最新の技術を使って説明をしてくれてたんで、すっごい分かりやすかったし、あと難攻不落の城って言われてる理由がめっちゃよく分かりました。多分今の時代でも攻め入られへんのちゃうかなって思うぐらい、ほんまに鉄壁な城です。ほんまにすごかった。たくさんお店がある。やってきたのは桜の馬場城西園、熊本城のすぐ近くにあります。江戸時代の城下町を再現した小道を巡りながら、熊本県のえりすぐりの22店が軒を連ねるお食事お土産どころです。歩いてるだけでさ、街並みの雰囲気がいいからすっごい楽しい。あー、いろんなお店あるやん。いきなり団子ある。めっちゃ大好きやね。食べようかな。ということでやってきたのは、いきなりや渡辺。熊本名物のいきなり団子の専門店のお店です。いきなり団子の黒あんかった。熱い。すごい、あったかい状態や。結構熱い。見て。でかいのよ、一個が。いきなり団子めっちゃ大好きなんです。いや、本場で食べたことないから、すごい嬉しいな。いただきます。ほくほくもちもちでめっちゃ美味しい。中はこんな感じで、さつまいもがドーンと入ってて、その上にあんこ、
そして周りはもちもちの生地で包まれています。これ結構塩気が効いてる。この塩気とこのあんこの甘さとさつまいものホクホクな甘さで甘すぎへんくてめっちゃ美味しい。熊本三大名物の一つがいきなり団子ってお店に書いてました。トモモグ、車に乗って今から空港へと向かっていきます。その前にどうしても食べたかった熊本グルメがあるのでそれを買いに今から行きます。ということでやってきたのはお弁当の平井上行寺店。熊本を中心にチェーン展開しているお店なんですが、こちらは熊本のソウルフードちくわサラダの発祥のお店なんです。はみ出てるやん、もうもはや。いやすごい、一本がむっちゃでかい。中にポテトサラダが入ってて、ちくわとポテトサラダめっちゃ合う。めっちゃ美味しい。これ人気もんが2つ同時に味わえるっていうすごく画期的な食べ物です。トモモグ、戻ってきました。今回は3泊4日の熊本旅だったんですが、本当に楽しくて、熊本の美味しいグルメをたくさん食べることができたし、あと熊本の観光地が本当にどれも素晴らしくて、熊本の魅力を体中に感じることができました。ぜひ皆さんも熊本県行ってみてください。いつも動画をご覧いただき本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ともものもぐ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 ぷ、もぐもぐぷ、もぐもぐぷ。